持ってるねんけどな。こんにちは。あ、ありがとう。こんにちは。え、暗いよな。でも明るすぎるねんな、これつけたら。まあ、そんなもんか。勉強しますわよ、冬休みの宿題。今ね、ビスさんと AKB48 グループのオーディションがやってて、 NMB からはよしみ、決勝か、よしみたやかとさくらが出てますので、ぜひぜひ皆さん、ちょっとコインがね、ちょっと他のところで見たらいいとかいうのがないので、ちょっと皆さん行ってください。さっき起きてん。ほんまにさっき起きて散歩行って帰ってきたね。現在旅行にしよう。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、色素。どうやってするんやっけ。見えてはいけないものが見えましたね。ありがとうございます。あ、お誕生日ありがとう。いろいろ、あ、ギフトもギフトじゃないなんていうの、タワー、くまったくまったですよ。ちょっと待って、あ、ジンくん、くまったくまった。ありがとうございます。くまったくまった。ありがとうございます。ハート欲しい、ハートクラッカーありがとうございます。ありがとう。津田さんがコナンに、嘘やろ、待って待って、マジ、全く待った。パソコンありがとうございます。ケーキありがとうございます。誕生日ありがとうございます。こっちの方がええな。する前にご飯を食べます。いただきます。おじや。おじや。口にしたら爆発しました。多分ベーコン。こっからやったらちょっとコメントがね、読めないんだ。なぜなら目が悪いから。おじやとか好きやねん。おかゆとかお茶漬けとか。水分量多いのが好きですね。チャキン。ほんまにね、メガネの凄さとかコンタクトの凄さを感じるよね。食べた分だけお腹が空くねん最近。どうしたらいいの。何も食べなかった方がお腹がついてない。まんま明日は起きなきゃいけない。さすがに8時ですね。何時間寝たよ。1日の半分以上寝てた。12時間以上寝てた。ごちそうさまでした。疲れが溜まってたということでね。たま、たぶん28日待ってます。そう、ケイトさん生誕祭なのでね。誕生日ありがとうございます。15歳ですよ、やっと。食べて寝てね。育ちます。ちょっと目が悪い。大人になりました。
あ、ほんまや。待って、20時超えても配信できるよな、やっぱり。え、21時までやった気がするねん。21時までで、高校生になったら22時までやった気がするねん。そう、そう。生誕祭、あ、そう。めっちゃ話変わりますね。1月4日生誕祭なんです。来てください。待ってます。仕事か。ケーキありがとうございます。たくさん。ちょっとご飯食べてて見えんかった。ギフトがたくさん。ギフトがうま。Thank you。クラッカー。爆弾。クラッカー。パソコン。ケーキありがとうございます。タイムライン。え、なんかさ、あなたのテーマを書くページですみたいなのあんねんけど、何これ。テーマを書くイベント。デイバー支援ゲージ。え、なんこれなんこれ。こんなんねんな。あ、ちょっと待って。こんなんねんな、すご。これ。生誕祭待ってます。誰が出てくれるんやろね。青春公園でね、待ってますよ。17時間半 ?18 時間ぐらい出てましたね。あー、たくさんギフトありがとうございます。15歳にね、大人ですよ、そろそろ。見えちゃってる。昨日はね、南原公園だったので、南原と前の21日の B2 公演の分のショールームができてなかったので、ちょっとその分のね、ネイルしたいねんけどな。ちょっとネイルしたいわ。ネイルはします。でもネイルはしたいけど、かりんさんのネイルチップを買いたいけど、自分の生誕までに間に合わんらしいので、ミヒ出てほしい。見学は来るって言ってたよ、ミヒ。待ってるよ、ミヒ。ミヒ坊。さあ、まあ、宿題、あ、ちょっと見えないけど、部屋がエグ汚いからね。勉強しますかね。言うても今回の宿題ないねんやんか。これはテストの成績ですね。一番いい点数が理科70点。さすがっすね。理科70点取ってる。素晴らしいっすね。よっこいしょ。これはもう、くださいね。冬休みのね、なんかいろいろあるんです。ないんやけど、どこ行った？ピンクのね、紙にね、冬休みの宿題。最近あるんですけども、どこへ行きましたか。えん、ピンピン、ときじゃないとわかんない私、宿題何か。え、白かったっけ。どうやってこれ。これじゃないんだな。ここには履いてない気がする。色ついてた気がすんねんけど、知らんがなっちゅう話ですね。ほんまにさ、神のさ、管理がさ悪すぎるからさ、今年度の目標勉強するって書いてんねんけど、笑っちゃうね。笑うな笑うな。え、ちょっと待って、嘘やろ。嘘やん。今日私のさ宿題わからんやん。え、待って、あかんで。普通にちゃんとね、え、ここにでも入れてた記憶はあんねんって。絶対ここやって。1枚ずつ確認してみます。英語、英語、
会英語寺小屋が社会国語とりあえずやるか。まあ、いや。シャーペン。これ書きやすい。91ページぐらいまでだった気がする。どこに行ったと思う私の。嘘や。ですわ。多分91ぐらいだった気がする。91で80番。あ、これやろう絶対。ここまでですね。どこまでやった？まあいいやん。別にさ、全部やってさ、やるなみたいなのないやん。ルート。やるやな。テストに出るも全部やる。何のつ。有効数字って私やってないんですよ。やったと思う？めっちゃ分からへん。変域とグラフ関数 a の2乗。あ、ここら辺ですね。全然やってるやん。定着問題ここら辺やるかね。よいしょ。答えはある。はい、5x の2乗引く 3x 引く1はの次の方程式。どうやって、なんかさ、カッコにやるの。解の公式って何でした？解の公式って何やっけ？なんかさ、証明が一番でも苦手よ。2a 分のマイナス b プラスマイナス b の2乗引く 4ac 2a 引く分のマイナス b プラスマイナス OK 2a 分のマイナス b だからプラス3 10分の3プラスマイナス20マイナス20で勉強配信ってめっちゃ無言になっちゃうんですけど、ちょっと許してください。 x イコール眠気が襲ってきた。
なんかどっかで間違えてる。どうやって解くんやっけ、方程式とか。方程式を解くのは x のす分解じゃないやっけ。あ、そんだけね。オッケーオッケー。あ、なるほどね。サブ68。
忘れていますね。スピードが遅すぎるわ。どうしましょう。首痛い。そろそろ曇ってる。このページやったら終わりたいと思います。何の配信やってんって感じなんですけど、二次方程式の値が4の、x の2乗足す ax たす8イコール4の解の1つが4の時、 a の値ともう1つの解を答えなさい。はい、連続する2つの正の奇数。x 足す1と x 足す3があります。大きい
方の数の2乗と小さい数の2乗の和が大きい方の数の20倍に30を加えた数に等しい。は？大きい方の数の2乗と和だから、x たす3の2乗たす x たす1の2乗がたすの和が大きい方の数の20倍 20×x たす3に30を加えた数に等しくなるとき、はい、x の2乗たす 2x に3なんちゃらをしたら10と4だな。で、マイナス10だな。したら、違う。プラス4。この数は11。OK、はい。BC が、あ、点 P と Q 来ましたね。 BC、あ、点 P が動いてます。 BC イコール30センチの正方形、 AB イコール20センチ、 BC イコール30センチの正方形があります。点 P、Q はそれぞれ頂点 CD を同時に出発し、点 P は毎秒2秒の速さで、辺 CD 上 D まで、点 Q は毎秒3秒の速さで辺 DA 上を A まで矢印の方向に動きます。三角形 PDQ の面積が 48cm2 になるのは、平方センチメートルになるのは、点 PQ が出発してから何秒後ですか？点 PQ がそんな、ただし出発してからの時間を X 秒とした時、0から10秒、0大なり X 大なり10とします。は？はい。なので、10秒以内にってことですよね。だから、底辺かける高さ割る2だろ、かける2分の1だから、というよりも1イコール18だから、8、9、8、16、違う、4秒後、はい、はい、終わり。答え合わせをしましょう。はい、今日東京リベンジャーズ、パーカーがね最近お気に入りですよ。この前から、昨日ぐらいから、一昨日ぐらいからずっとパーカー着てます。プラスマイナス2分の5、
プラスマイナスルート5、プラスマイナスルート3、ちっちゃい文字が、x イコールプラスマイナス4分の7ルート7、 x イコール1とマイナス7、はい、x イコール2プラスマイナスルート6、 x イコールマイナス2プラスマイナスルート5。これ多分ね、休み時間にやっとく、休み時間で勉強するとか天才かな。よいしょ、3x イコール10分の、あった、10分の3プラスマイナス2、なんかちゃう、はい、バツ。 x イコールマイナス2プラスマイナス7、なんかでもちゃうねんけど、どうしよう、なんかちゃうんやけど、あ、これ、あ、もう全部間違ってる、ちょっと待って、一回解き直そう。何がちゃうんですか。多分な、抜けてるわ一個。B の2乗引くだって、解の方式が間違ってた。 B の2乗引く 4AC やって、だから、はい、サザンが B の2乗引く 4×A×C やから、10分の3プラスマイナス9 4 5 20、29だな。でプラスマイナスルート29になるわけですよ。はい、やだ、全部間違ってる、もう一回解き直しだわね。3×4 12+12だから26、7、8、28で、2×4−2√7で x イコールマイナス4プラスマイナスルート7、違う、マイナス2、はい、OK、 これ違う、バツとこ、はい、で、次お次が4、5プラスマイナスルートが、5×25−4×2×−3で4分の5プラスマイナスルート、25+3×2=6、4×6=24で49、7×7=49になるから、4×5±7、x=4/5±7、違う、だからやねんけど、4×5±7になるから、4×5+7=14、5+7=12、43で3と、5−4/2なんか、x=3−4/2やから、2/1、OK。何をしとるん？私これ今。ここまでやってるから。なし。8×64-4×2×3=6、白く2、
三が六六十四引く四六二十四四十四十回ってるんじゃない。はい、行きましょう。から 2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b の2乗引く 4ac ね。OK、これ覚えましょう。10分の3プラスマイナスルート29 ax イコールマイナス2プラスマイナスルート7 ax イコール3と x イコールマイナス2分の1 x イコール2分の4プラスマイナスルート10。 OK、マイナス8と3マイナス5マイナス1と72と9あ当てる0とマイナス4 0と2分の9 2分の9やから 4.5 12分の9やから 4.5 ちょっと待って、2分の9って書いてあんねんな。しく250うん合ってるな。 4.5 と0 2分の97と2 1と3はい6と1つの回に112秒後と8秒後ちゃうやんちゃうやん。ちょっと待って大丈夫か私これ。さ白っていうのですね。だからせえへんがここを見るか、ここがさ見ればいいわけですよ。だからそうなるにはあ、そういうことか。だから12になるには8で だからそうそうだからちゃうんちゃう、20引く2乗だから、なんでって、あ、違う、間違えた。これでイコール
さん、x の2乗イコールマイナス 10x 足す6、18、で、だから、わかった、来た x が -2 と x-8 になって、答え2秒後、4秒、8秒後。忘れてる解き方、どないしよう。はい、はい、終わり本日の宿題終わり。見えてはいけないものが見えないように配信をしましょう。これはまだ見えてはいけなくはない。終わり。お疲れです。ちょっと色素がない。お疲れ様でした。終わりました。ほんまや、8時過ぎても切れてない。ほん、嬉しいねいやいや、ではランキングさせていただきます。ほんまにこれなんか無言でただただほんまには勉強だった時になったんですけどね。ですいません。ちょっとほんまにマジでただただやっちゃっただけになってしまったんですけれども、ランキングを明日やるかもしれへん。9時までやから、時間がどうかわからへんけど、時間がいけたらやるかもしれないのと、29にやるかもしれないです。でもルームスかもしれない。それはそう、ルームスとショールームもまたやりたいなと思ってます。では累計じゃない、ライブランキングか、プロフィール違う、ライブランキング読ませていただきます。13位の方から読ませていただきます。13位の方、のぶさん、ありがとうございます。12位の方、猫舌監督さん、ありがとうございます。11位の方、ルディエカさん、ありがとうございます。10位の方、ナオテン、ありがとうございます。9位の方、ハッチさん、ありがとうございます。8位の方、マッキーセブンさん、ありがとうございます。7位の方、ワッコーさん、ありがとうございます。6位の方、ハルケンさん、ありがとうございます。5位の方、よいしょ、5位の方、イッチーさん、ありがとうございます。4位の方、神戸のクロさん、ありがとうございます。3位の方、ツラさん、ありがとうございます。2位の方、シムさん、ありがとうございます。そして第1位、ジンくん、15歳おめでとう、ありがとうございます。あ、これこうやったらこれが見るのね。ちょっと、なるほどね。うんうんうん、よし、はいはい、反応ありがとうございました。昨日はナンバラエティ公演ありがとうございました。明後日は、はい、あちらです。あの、僕の青春公演でお待ちしております。はいすっぴん失礼しました。本当ちょっと勉強しただけになるんですけれども、今回宿題がそんなちょっと少ないので、数学だけなんですよ、ほとんど。だからまあ頑張りますわありがとうございます。そうか、15歳初配信でもあったんですよ、多分で、そう、生誕祭1月4日に、ま、生誕祭なので、皆さんぜひぜひ来てください掃除牽制です。1月は、はい、受験生です。一応こう見えて勉強たまにしてるんですけどね、配信以外にも勉強してるかな、どうなんだろう、それはまあ秘密ということでありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバイ、ありがとうございました。